貧乏人はそれがお似合いよ。長男の結婚直前、家族同士の顔合わせの席で挨拶の代わりに私に投げつけられたセリフ。私の目の前には高級寿司店のガリだけがガラスの器に盛られていた。女で一つで育て上げた長男がめとろうとしている女性からこんな屈辱を味わうことになるとは。しかしこの状況は義父の登場で一変する。その結果、義実家は全てを失うことになった。私の名前は木村玲子。今年で55歳になる主婦だ。夫は早くに亡くなり、長男の博之を私は女で一つで育て上げる。博之も今年で25歳になった。大学も卒業できたし、就職した現在社会人として頑張っている。私にとって自慢の息子だ。博之は実家で私一人では寂しいだろうと言ってまだ一緒に住んでいる。夫が残してくれたこの一軒家、息子と一緒に少しでも長く過ごしたいと思っても罰は当たらないだろう。今年に入って博之から思いがけないことを告げられて私は驚いた。なんと結婚を前提に付き合っている彼女がいるというのだ。まず博之に彼女がいることに驚く。もともと内向的でおとなしい博之は女性に奥手だった。学生の頃バレンタインデーにチョコをもらっただけでもどうしたらいいのかと頭を抱えるくらい。そんな博之も結婚を口にする年頃になったのかと私は感慨もひとしおだ。彼女がいるなんて初耳。それに結婚も考えているの？母さんすごく嬉しいわ。私は博之にそう告げる。これは本心だった。息子の成長を実感して嬉しいのだ。博之も私の喜ぶ様子を見てほっとしたような表情を浮かべる。母さんが喜んでくれて俺も嬉しいよ。博之はそう言うと近々彼女を自宅に連れてくると私に約束した。きっと早々に連れてきてくれるだろうと私はワクワクしながら待っていた。しかしなかなかその機会は訪れない。急かすのも申し訳ないと思ったけど、私は博之に尋ねてみた。すると博之はちょっと困ったように笑う。なかなか予定が合わなくてさ、俺も早く母さんに紹介したいんだけど。どうやら彼女の予定が合わなくて連れてこれないらしい。その代わり博之は彼女のことを少しだけ教えてくれた。彼女の名前は高橋美沙。博之よりも4つ年上だという。博之が年上の女性を選ぶとは思っていなかったので私は少し驚いた。そしてちょっとだけ心配になる。もうミサの尻の下に敷かれているのではないかと思ったのだ。そうなのね。お仕事をしている方なの？私がそう問うと博之はうなずく。うん、塾の講師をしているんだ。ご両親も教師でさ。博之の話によるとミサの家族は兄も姉も教師だという。なかなか固い家庭で育ったようだ。塾の講師をしているのなら生徒たちの予定でいろいろと変更もあるだろう。きっと熱心に指導しているのね。せかしてごめんなさい。
ゆっくり会えるのを待つことにするわ。私の言葉を聞いてひろゆきは、頼むよと笑った。偶然というのは恐ろしい。ひろゆきから彼女を紹介すると言われてからあっという間に2ヶ月が過ぎていた。これほどまでに会いに来ないというのは、恋に会いに来ないのだとしか思えなくなってきた頃、私は偶然ミサと会うことになる。それは私が友人と久しぶりのランチを楽しんでいる時のことだった。私と背中合わせに座っている女性が声高に話し始める。公共の場で喋る声としては随分大きめだなと、私は少しだけ不快感を覚えた。その女性は結婚を控えているようで、ランチをしている友人に愚痴を喋っている。結婚前の挨拶ってさ、面倒なのよね、いちいち。声高に喋る女性に対してその友人は彼女をなだめるように、そんなこと言わないでと小さな声で言った。しかし結婚を控えているらしい女性の愚痴は止まらない。相手の男性は母子家庭で育ったらしく、母親をとても大切にしているのだという。それが彼女は気に入らないそうだ。だからさ、挨拶に行くのを先延ばしにしてやってるのよ。ひろゆきがどこまで我慢するのか見ものだと思って、マザコンじゃないって証明してよって言ってやったわ。女性のセリフに私は思わず振り返りそうになった。確かに彼女はひろゆきと相手の男性の名前を口にした。私は軽いめまいを覚える。女性の友人が、ミサはもう少し謙虚にならないと、と苦言を呈しているのが聞こえる。これで確定だった。私の後ろで声高に結婚相手の母親、私のことを罵ってるのはひろゆきの結婚相手ミサなのだろう。コーヒーカップを持つ手が震える。友人に大丈夫？と言われるくらい私は動揺してしまっていた。その後、おすすめのデザートを食べたけど、何を食べたか全く覚えていない。早くこの場から立ち去りたい一心だったと思う。ミサは私が座っていることも知らず、ずっと嫁入り先、つまり我が家について文句を並べ続ける。自分の家庭と比較して、学歴や教育環境などを母子家庭だからと馬鹿にしていた。私のことを息子にしがみつく姑と罵り、結婚後、ひろゆきが私を捨てるように仕向けるつもりだと語っていた。ここまで聞いてしまうと、怒りよりも恐怖が勝る。嫁姑の問題が結婚前から、結婚の挨拶の前から始まっていることに、私は絶望した。それでも、ひろゆきが選んだ女性、何か素敵なところがあるのだろう。自宅に帰った私は、自分にそう言い聞かせて、なんとか落ち着くことができた。私はこのことをひろゆきに話すこともできず、一人で抱え込むことになる。偶然、ミサと遭遇した日から、私はひろゆきに結婚前の挨拶をせかすのをやめた。だって、当人であるミサが来る気がないのだと知ってしまったから。こちらがお願いして来てもらう必要もない。下手に出てばかりでは、馬鹿にされ続けてしまうといった気持ちもあった。ひろゆきは私の心境の変化を少しいぶかしんでいたが、深く追求してくることはなかった。忙しいのなら仕方ないわよ。いつでも都合のいい時にね。ひろゆきには何の罪もない。私はひろゆきの気持ちが少しでも軽くなるように声をかけた。結局、挨拶よりも先に結婚の話はひろゆきとミサの間で進んでいるらしい。式場のパンフレットがリビングの机の上に置いてあるのを見て、私は結婚へカウントダウンが始まったのを知った。
順番が違うのではないかと声を上げたい気持ちもある。それを我慢しているのはひろゆきのため。ここで私が騒ぎ始めたら、子離れできてないとかマザコンだとかありもしないことを言われそうで腹が立つ。確かにひろゆきのことは大切だ。だがもう独り立ちしている立派な大人、必要以上に干渉することはしていない。それを証明するためにも私は寛容な母親でなくてはならなかったのだ。今度向こうのご両親と顔合わせがあるんだ。母さんも出席してほしい。高級寿司屋を先方が予約してくれているらしいんだよ。ある朝、ひろゆきが突然そんなことを言い出した。何でも夜遅くミサから連絡が来たらしい。ちなみにひろゆきはミサの実家に挨拶をとうの昔に済ませている。両家顔合わせの日程は2日後だった。急な話で私は少しイラッとする。本来ならお互いの予定をすり合わせてから決めることではないだろうか。ここでも私は我慢を強いられることとなる。そうね、わかったわ。ミサさんともまだご挨拶していないし、早めにお会いするのがいいわよね。心の内にある苛立ちを隠して私はひろゆきにそう言った。ひろゆきは急な予定でごめんねと謝ってくれる。謝ってほしいのはミサたちであってひろゆきではない。私は大丈夫よとひろゆきに声をかけておいた。そして両家家族の顔合わせ当日、私とひろゆきは一緒に指定された高級寿司屋に足を運んだ。正直こんな高級店は初めてで少し緊張する。ひろゆきもなんだか緊張するねと苦笑していた。寿司屋の大将に名前を告げると個室へと案内される。きちっと店員の手で揃えられた靴が個室入り口に並べられていた。どうやらミサの家族はすでに揃っているようだった。靴の数から想像するにミサと母親が来ているらしい。失礼します。私はそう言って個室の障子戸を開けた。そこに座っていたのはいかにも教師って感じの母親と少し派手めな化粧をしたミサ。なんだか落ち着いている清楚系のワンピースとミサの化粧が合ってない。多分母親に顔合わせだからと無理やり着させられているのだろう。全く彼女に似合っていなかった。ミサとミサの母親は私が一通りの挨拶を済ませるまで一言も口を開かない。その上私のことを品定めするように上から下までじろじろと無遠慮に眺めてくる。まるで挨拶を聞きに来てやったって態度だ。この母親に育てられたからこんな娘になったのだろうと思う。ひろゆきはミサの母親とも面識があるので、お久しぶりですと軽く頭を下げた。お久しぶりね。ご自慢のお母様と会えるの楽しみにしてたのよ。私は母子家庭のシングルマザーとは縁がなくって。ミサの母親はそう言って笑った。どことなく母子家庭のシングルマザーにトゲを感じる。大切に育てた息子さんを私の娘が奪ったなんて思わないでくださいね。ほほほと上品に笑いながらミサの母親は失礼なことを私に言う。ひょっとしたら失礼なことを言っている自覚なんてないのかもしれない。ミサの母親にとってこれが至極普通なことで、失礼でも何でもないのだろう。私は何とか愛想笑いを返すことに成功する。至らぬところがあるとは思います。息子を可愛がってやってください。私の下手に出た言葉にミサの母親は満足げにうなずいた。まるで私よりも自分が
上位の人間であるような振る舞い。きっと生徒や生徒の父兄にも同じような態度を取るのだろうなと思った。私だったらこんな教師に子供を任せたくない。どうぞお座りになって。ミサの母親に勧められ座布団の上に座る。まだこの段階でもミサからの挨拶はなかった。バカにしたような目で私のことを見ているだけ。テーブルの上にあるお冷やを頭からかけてやりたい気持ちをぐっと我慢した。はじめまして、ミサさん。ひろゆきの母です。このままお互いに黙ったままでは何も始まらない。仕方なく私から会話の口火を切る。するとミサはバカにしたように鼻で笑った。知ってます、さっき聞いたじゃありませんか。私、同じことを何度も言う人って苦手なんですよ。合理的じゃないでしょ。傲慢なミサの言葉に私の額にある血管がピクッと動く。なかなかの嫌味に腹の底から怒りがこみ上げてきた。しかしこんなところで切れるわけにはいかない。相手はひろゆきが選んだ女性なのだ。私は冷静を装う。あら、そうなのね。これから気をつけるわね。愛想笑いを顔面に貼り付けて答える。堪忍袋が引き絞られていくのを感じた。ミサの父親は仕事の関係で少し到着が遅れるらしい。先に始めておいてほしいとミサの母親に連絡があった。今日は父が奮発してくれたのよ。ひろゆきさんは貧乏だったから食べたことがないような料理が出てくるわよ。全く悪意のない顔でミサがひろゆきに笑いかける。ひろゆきはへえと特に気にした素振りもない。もともと優しくて気の長い子だとは思っていたけど、ここまで気が長いとは。社会でやっていけているのか少しだけ心配になる。そんな役回りを押し付けられてなどいないだろうかと親心がうずいた。そうなのね、楽しみだね。ひろゆき、ごちそうになりましょう。私はそう相槌を打つ。ミサと母親はニヤニヤと嫌な笑みを浮かべていた。なんでそんな顔をするのか私は不思議で仕方がない。しかしその理由はすぐに判明した。そっと個室の障子戸が開き、最初の料理が運ばれてきた。朱塗りの盆に一人ずつ料理が載せられている。その料理が順番にテーブルに置かれるのを私は目で追っていた。さすが高級寿司店、目にも鮮やかなお造りや先付けが並んでいる。そして私の前にも朱塗りの盆がそっと置かれた。え？自分の前に置かれた料理を見て私は思わず声を上げた。そこにはガラスの器に盛られたピンク色のガリのみ。これがミサと母親のニヤニヤ笑いの正体だったのだ。とことん私をバカにするつもりらしい。この高級寿司屋の大将は母親の弟なのだと後から知った。グルになって私のことをバカにし貶める計画を立てていたらしい。貧乏人にはそれがお似合いよ。驚く私を見てミサは腹を抱えて笑っている。母親の方は何も言わずに口元をハンカチで隠していた。どうせハンカチに隠された口元は下品な笑みを浮かべているのだろう。私の中で堪忍袋の尾が引きちぎれた音が響く。さすがのひろゆきもこの事態に真っ青になっているようだった。そうですか、貧乏人の私にはこれがお似合いですか。私はミサが言ったセリフをつぶやく。うつむいているのは怒りを耐えているから。ミサはうつむく私を見て泣いているとでも思ったのだろう。お母さん、本当のことを言われて泣くなんて合理的じゃないですよ。腹を抱えて笑いながら追い打ちをかけてくる。
本来なら母親がこんな無礼なことをした娘を叱るのが筋だろう。しかしミサの母親は、ミサったら、などと言い、叱るつもりなど全くないようだ。思わず、私の口からため息が漏れる。その時、個室の障子戸が開き、ミサの父親が入ってきた。遅くなりまして。遅れたことを詫びながら入ってきた父親は、腹を抱えて笑うミサとうつむく私を交互に見た。そして、私の前に置かれたガリを見て息を呑む。一体どういう状況なのか分かりかねているようだった。おい、これはどういうことだ？少し焦った感じでミサの父親はミサに問いかける。するとミサは自慢げに鼻を鳴らして現在の状況を報告した。お父さん、こちらがひろゆきさんを貧乏ながらに育てたお母さんよ。貧乏人は高級寿司店のガリも食べたことないだろうと思って特別に用意してもらったの。ミサの言葉に父親は、お前何を言ってるんだ、冗談が過ぎるだろう、と一応叱るそぶりを見せた。しかし込み上げてくる笑いは隠せていない。心の底では私たちをバカにしているのだろう。こんな両親や娘が自分の親族になるなんて耐えられない。私はそっとうつむいていた顔を上げる。その瞬間、ミサの父親の目が驚きのあまり大きく見開かれた。みるみるうちに顔色が真っ青になっていく。高橋先生、お久しぶりですね。まさかミサさんがあなたのお嬢様だったとは。少なからず私も驚いてしまう。なぜならミサの父親を私は知っていたからだ。理事長？驚きの声を上げるミサの父親。実は私は私立高校の理事長を3年前から務めている。親友の父親が亡くなった際、この役目を譲られたのだ。新しい風を学園内にと願った意思を託されたのだと思っている。学園内の改革は一筋縄ではいかなかった。ただ私には息子を女で一つで育て上げた根性と粘り強さがある。少しずつ少しずつ習慣を是正し、新しい風を吹き込むことに成功した。私に対して当初から当たりの強かった教師がミサの父親だった。あなたが育てたお嬢様が私にしたこの侮辱、決して私は忘れませんよ。学校の教育方針を声高に語るよりも、家庭内の教育に心を砕いた方がいいんじゃありませんか。私は背筋を伸ばし、ミサの父親を睨みつける。散々彼からは、母子家庭の母親に理事長なんて務まらない、と罵られ続けた。自分の子供にろくな教育もできなかった女だと噂を学園内に流されたこともある。え？どういうこと？お母さんがお父さんの上司ってこと？青ざめる父親の顔を見て、ミサも自分がしでかしたことの大きさに気づいたようだった。ミサの母親は言葉をなくして震えている。私はミサの家族の顔を一人一人見つめながらゆっくりとガリを口にした。シャリシャリとガリを噛み砕く音が個室内に響く。おいしいわね。さすが高級寿司店のガリだわ。高橋先生もいかが？私は笑みを浮かべながらガラスの器に盛られたガリを差し出す。それを受け取るミサの父親の手は面白いくらいに震えていた。公私混同だと思わないでね。あなたの進退はいつも理事会で話題になっていたことなのよ。あなたの解雇に反対していたのは私。だって公的主がいないと改革に弾みがつかないでしょ。でもあなたの役目もこれまでね。これはミサの父親に対する最後通告。実はミサの父親が入試の際に父兄から賄賂をもらい、面接などの口利きをしている証拠もつかんでいる。その金で
高級寿司店、高級車など贅沢な生活を満喫しているのだ。今後刑事告訴するかはまだ話し合いの段階。黙って学園を去るのであれば、ことを荒立てるのはやめようと思っている。ひろゆき、帰るわよ。こんなお嬢さんだけど、まだ結婚相手として見ることができるの？私は、あなたが彼女を選ぶのだと言っても、止めはしないわ。ひろゆきの視線は、ミサの父親が受け取ったガリに注がれている。そんなひろゆきに、ミサはこわばって笑みを浮かべ、結婚してくれるわよね、と囁いた。もはや父親の立場を救うのはミサがひろゆきと結婚するより他はないと思ったのだろう。懇願するような目がひろゆきに集まった。ひろゆきは一度だけうつむき、膝に乗せていた両拳にぎゅっと力を入れる。破談です。この結婚はなかったことに。そんな、ちょっとした冗談じゃない。バカにするつもりなんてなかったのよ。ジョークよ、ジョーク。ひろゆきったら頭が固いんだから。なんとか取り繕おうとする必死のミサ。あれがバカにした態度ではなかったら何だったのだろうか。もっとうまい言い訳を思いつかないのかと、ちょっと呆れる。バカげた言い訳を続けるミサを、ひろゆきは、驚くほど冷たい目で見ていた。ミサ、君はご両親からたくさんのものを与えられてきたのだと思う。教育も愛情もそうだろう。でも俺の方がその何倍も母さんから与えられ育ててもらったと思う。働く母さんの背中はかっこよかった。今でもかっこいい。ひろゆきは私のことをバカにしたのは絶対に許すことができないと宣言。その上で、ミサに指導されている生徒たちがかわいそうで仕方がないと言った。私だったら、こんな人から教育指導を受けたくなんてない。君の悪い噂を聞くこともあったよ。でも俺は信じてた。でも君は、それを裏切ったんだよ。ひろゆきの言葉を聞いたミサの目から、大粒の涙がこぼれる。取り返しのつかないことをしたと、やっと理解ができたようだった。待って、待ってよ。私のこと捨てるなんて嘘よね。破談なんて嘘よね。だって友達にも結婚するって自慢しちゃったのよ。破談なんてダメ、恥ずかしいじゃない。涙ながらに訴えるミサ。どうしてこんなことになったのか、自分でよく考えてみることがミサに今一番必要なことだと思うよ。もう顔を合わせることはないだろうけど、君が成長できるのを祈ってる。私と一緒に個室から去ろうとしたひろゆきの肩をミサの父親が掴んで引き止める。ひろゆきはその手を汚いもののように振り払った。ずっと我慢していましたが、はっきり言わせてもらいます。母子家庭の何が問題ですか？立派なご両親に育てられたはずのミサのあの下品な行動を見ましたか？あなたたちはもっと自分を恥じるべきです。きっぱりと言い放つひろゆき。ミサの父親は返す言葉もなく、恥ずかしそうにうつむいた。個室にはミサの泣き声だけが響いている。私たちが店の外に出た瞬間、ミサの父親の怒声が聞こえてきた。ミサを怒鳴りつけているのだろう。ひろゆき、あなたはもっと女性を見る目を磨きなさいね。私がそう言うと、ひろゆきは、面目ない、と恥ずかしそうに頭をかいた。もともと、ミサの方から猛烈にアタックしてきたらしい。ひろゆきは、流されやすいところがある。多分、ミサはそんなひろゆきの性格を見抜いていたのだろう。とにかく、結婚する前に全てが露呈してよかったわ。私は、せいせいした気分で、ひろゆきと肩を並べて駅まで歩いた。その後、婚約は白紙に戻った。ミサから婚約破棄の慰謝料を請求する、なんて言ってきたが、ひろゆきはそれを一蹴する。この婚約が破棄された原因は、すべてミサにあると、弁護士に理路整然と説明したらしい。結局、慰謝料請求の話は流れた。
裁判で争うことになると話すと、ミサはあっさり退いたらしい。これ以上ことを荒立てるなと両親から言われたのだろう。本当に公私混同ではないのだが、高橋先生には学園を去ってもらうことになった。入試時の賄賂の件が表沙汰になる直前だったのだ。このまま静かに学園を去るか、全て表沙汰にして裁判で争うかとなった時、高橋先生は学園を去ることを選んだ。至極真っ当な選択だと思った。無職となった現在、新しい職を必死で探しているらしい。ただ人の口に戸は立てられないという言葉がある通り、悪い噂は同業所内にあっという間に広がった。悪い噂がつきまとう教師を進んで採用してくれる学校はほとんどないだろう。今後教師を続けるか、新しい職を探すか、大変な岐路に立たされ焦りを感じているはずだ。ミサはミサで塾の講師を退職したらしい。結婚すると周りに吹聴していた手前、婚約破棄になった現在、恥ずかしくて職場にいることができなかったそうだ。同僚も生徒たちも婚約のことは知っていたらしく、最後の方は教壇に立つこともストレスでできなくなっていたと聞く。現在は新しい職を探すこともせずに、実家の一室に引きこもっているらしい。恥ずかしさのあまり近所を歩くこともできない状態だと弁護士から聞いた。少しかわいそうかなとは思ったが、自業自得である。無職の大人を二人抱えたミサの母親は離婚の準備を始めているらしい。今までのような贅沢な暮らしができないのなら、自分一人の稼ぎを自分のために使いたいというのが離婚の理由。合理的だといえばそうだが、そんなことで家族を捨てることができるなんて。結局ミサの態度や行動が一家を破滅に追い込んだのだ。全てを失ったミサが自分の力で立ち直るのを祈るしかない。私は今日久しぶりに晴れやかな気分だった。なんとひろゆきは素敵な女性を私に紹介してくれたのである。相手の女性はひろゆきと同じ職場で働いているシングルマザー。3歳になる娘さんがいる。ミサとの婚約が破棄になり、落ち込んでいたひろゆきを元気づけてくれたのが彼女だったらしい。とても明るくて太陽のような女性だった。娘さんもひろゆきに懐いている。私は嫁と同時に孫までできることになりそうだ。いろいろと回り道をしたけれど、ひろゆきが幸せな家庭を築いてくれそうで少しだけほっとしている。